は。こんにちは。エアコン元気だよ。もう音がマジで再来してるからね、大変です。こんにちは皆さん。片付け終わってない、片付け結局やってない、もうやな。もうさ、ほんまにさ、もうやる気出なくて、でもちょっとずつ進んでるんですよ。そう、ひーちゃんちょっとそれで来てほしい。どういうこと？あのね、お部屋片付けはまだ終わってないけど、あの服をまた結構してたのと、あのちょっと模様替えをしました。そう、タンスをクローゼットの中に入れてみたりとかして、あの部屋を広くしようっていう考えでちょっとやってます。なので一個場所が空きました。なんかね、気づいたらね、寝ててさ、ポン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 ずっと言ってるの。本当にもう慣れてきた、久々だったけど。でも結構これ音鳴ってたんだなって思って、面白い。ザキだるま、ありがとう、偉いぞザキ、ありがとうだるま、またありがとうザキ、てんさん、唇ありがとう、なんだかありがとう、ありがとう。はい、昨日配信見てうちのめいっ子がひーちゃんファンになりました。びっくり、それは。嬉しい。昨日の配信、よかったのかな。嬉しい、ありがとう。たまさん、ありがとう、伝えておいてね、ありがとうって。ラブユー、嬉しい、嬉しいたんですね、嬉しすぎ。ありがとう、よいさん、きくしゃん、ありがとう、土ありがとう、くんさんありがとう、かやまちさんありがとう、ほゆさんありがとう、なべなべしょっちょさんありがとう、森けんやさんありがとう、はまやさんありがとう、ありがとう、よいさんありがとう、あいしるまさんありがとう。車はやっぱり見て、そう、AKB さん20期生応募だってね、らしいですね。応募しようかな。あの響きはもう応募できる年じゃなくなりましたね。多分省庁さんって言った、あれ頭狂ってるかもしれない。なめなべ省庁さんって分かったっけ、あれ。キア先生ありがとう。なんか結婚してやだやだやだよん、こだえるとかわいい、ありがとう、でもありがとねーって、やだよん、じゃあ寝る会社増えるか、いやいや大歓迎ですか、面白い。
なんか暗くね。まあいっか。やばい、ブスすぎた。もうくしゃみ、すいませんね、ブサイク顔。受けようかな、受けなきゃな。めっこちゃんは受けないで、絶対。はぁ、あ。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥル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 トゥ。可愛いですよ、ありがとう。ホテルさんありがとう、ありがとうね。襟のある服似合うでしょ。私は結構襟のある服が大好きなんだ。しょんちゃんありがとう、コピーコピーありがとう。最後が読めないって本当ですか。な、もっともか、誰なんですか。どうせそれカスミンかさ、姫野が言っとったんでしょう。もうめっちゃバカにされたんですよ。ずっと最もん？最もって思ってて、なんか最もだったらしい、みたいな。そうそう、付きはよく来てるよ。新作チブラありがとう、マンチケニーありがとう。あ、てかブログ上げないといけないんだよね。ブログ何しようかな。何、ありがとう、アイス。たんたんたん。箱の音復活ですな。いや、そうなんよ。サイモンはくさって。なんかに感じ読めないときあるね。みんな読めない。そうでしょ？そうだよ。学力テストさ、逆から1位とかだとそれは読めないよね。頑張れさ、ラブユー、ラブリン、ラブリン。なんかさ、サイン変えたいんだよね、マジで。マジ変えたい。まあ、で、セブキの今のサイン嫌いじゃないんだけどさ、なんかやだ、やだから変えたいんだよ。時々その大きいやつに書くときとかめっちゃ書きづらくて、ちょっと今からサイン考えようかな。なんかないかな。うーん、今のをちょっと変えるみたいな。うーん、うん、何がいいと思う？むずいんだよね、サイン考えるのってさ。なんかいいサインないですか？かわいいサインが欲しいんです。うーん、あ、もちょっと自分のポーズ変えようかなって。いや、変えんでいいだろ。変えんでいいだろ。でもね、よくずっと結構前から書いてるサインの書き方があるんだけど、
それもそれでいいかなって思ったりとか。でもなそうだ、大人って言うんだよ。なんかちゃうんだよな。なんかかっこよく描けるあれがよくて、今のサインってちょっとあんまり、ま、いいんだけどね、今のサインもサインでね、いいんだけど、ちょっと嫌なんだよね。これ点々いらんくね。今思った。私今これサインなんだけど、ここの点々つけてるのね、いつも。こう点々いらない気がしてきた。こんなサインにしたいです私。何かあったらチェキのサイン価値出る。え、もうどうだろうね。出るんじゃない？なんかこんな、あ、なんて書いてるかわかんないか。意味ある点々じゃなかったの。え、ハートの上に点々点みたいな、可愛いからあのやってたんだけど、ちょっとね、なんか邪魔く感じてきたかもしれない。どうしよう。そう、サインさ、パッパって書けるようにしたいんだよね。今のサインもパッパって書けるけど、下手くなるんですよ。なんかこう手を浮かせて書かないと、なんかこの今のサインって書きづらくて、まあ、それでもちょっと下手い。なんかみんなさ、結構サインかっこよかったりするやん。全然かっこよくないんだよね。ひとまず響き。どうしよう、マジで。どうしたらいいと思う。なんかなぁ、サインたくさん練習したんや。そうやで、サインたくさん練習したよ。こっちでもいいんだよね、こっち。今のサインが嫌ってわけじゃないんだけど、どう、こんなサインどうですか。最初なんかこんなサインだったんだよね。でもどう？あでもさ、これも前からさ使ってるサイン偽名のやつなんだけど、これと、これどうですか？これあんまりシンプルすぎ。結構日々こっち系が好きなんですよね。かっこよくね。
あ、そうでもない。よくない？そうでもない？いい気がする。私今のちょっと子供っぽいんだよね。そして少しバランスが取るのが難しいんですよ今のサインって。変えようかな、サインこれに。本当に変えれるか知らんけど、そう、悪くはない、いい感じ。こんなこんな感じのサインどうですか？そうでもない。とりあえず H を入れたいので H だけ入っとけばいいんですよ私のサイン。そう、どうですか？ありがとうジュリさん、ありがとう。他のメンバーのサインですけど、誰？いちごのサイン好きだね。いちごかっこいい、いちごのサイン。全部の閉めてるよ、エアコンの音で。よいこれは。ワンカさん、ありがとう唇。ありがとう、かわいいもん。ありがとう、ひろしさん、ありがとう。ヘイに見えます？うん、確かに。こんばんは。これでこれでって、うん、疲れるアイスってね、それはお気に入りですからね。なんかないかな、いいサイン。ちゃうな、ログがまだ全く流れない。何それ。ハンカさん、ありがとう。マジどうしようかな。綺麗じゃね。浜田響き。お絵かき配信しようと思ったんですけどやめたんですよ。ひぶきちゃん21歳です。私21歳です。もう19歳なんてとっくのとっくに終わっちゃいました。びっくり、私21歳なんてマジびっくり、考えられません。ファンの人の名前書いていこうかな、漢字で。誰かみんな漢字でなんか送ってくださいよ。なんか字をきれいに書きますみたいなやりたい。字をきれいに書きますってやりたい。ファンの人の名前の漢字でもいいよ。人の名前書くの好きなんですよ。うん、これすっぴん、ガチこれすっぴんだよ。書いて送ってください。じゃあ漢字を、漢字を送ってください。でも来てありがとう。そう、あ
ありがとう。書道習ってない。画字はそんなに綺麗じゃないけど。結婚、結婚を漢字で書けって。合ってる感じ。結婚、結婚は竜、汚い、ちょっと汚いかもちょっと汚いかも。ちょっと汚いチーだけど、三期生の名前書いていったら、三期生の名前難しいよね。でそれ難しすぎ、見えない見えない、これ難しすぎ、無理だよこれ。あーこれうまく描けないわ。無理ですねこの感じ、難しすぎ。無理無理無理響きって書くときのバランスむずい。私も響きってバランス書けないよ。やっぱ響きって下手くそ。うん、響きって綺麗に書けない、難しい。令和、なんかめっちゃカッコつけて書いた人みたい。令和、令和です。響きに鬼、なんかむずいなんか絶対字違うの。知ってる四字熟語、え、知らない。知ってる四字熟語知らないんだよね。漢字では知らない。とどろきくんみたい。なんかさ、みんななんか難しいの言ってくれ。これ響きって漢字嫌いだからさ、あんまり書きたくない。でもまあまあ綺麗な方じゃね。そうでもないかな。絵しりとり私苦手やねんな、ほんまに苦手、ほんまに苦手。こんな感じでめっちゃ苦手やね私。おいおいリンゴ、こずずずずずるる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 る、ごま団子、
こう。ゴリで描きたくた買ったけど下手すぎもうやだトゥントゥン、浜田官房長官。いつの間にかなんかすごい人みたいな。字が適当になってきた字が適当になってきたよ。セボ観光大使適当すぎ初夏ちょっと待って、足の上で描いてるから汚い。あんまり綺麗に描けなかった。ありがとう。うん、あの使うボールペンね、天国から出てるのはどっちがいい？どっちでも大丈夫だよ。ちょっともう手が疲れたのでやめます。もうお手が疲れました。書くのって疲れますね。首が鳴ったのでここら辺でメイクしたい。明日メイクしようかな、久々に。明日多分メイクする。今日はしなかったので明日メイクしといて思いまする。つなまさんありがとう、レインモンスターキリスがありがとう、ゴルフのグリーンどういうこと。つなまさんかわいい、ありがとうね、綺麗な字ありがとう。いつか手紙書けた、書いて待ってるよ。お手紙待ってます。待ってるよ。わさびダックさん、ちびるありがとうね、たんたるくんありがとう、ともひろくんありがとう、グニーありがとう。ふいかちゃん、くちびるありがとう、パンケーキちゃんのビュー。やばい、眠たいなってきた。そう、今お休みです。実家帰ろうって思ったんだけど、この間帰ったからやめた。マジ、あ、こまえ帰らんで今回帰ればよかった。でもどうせまたすぐあれなので、まあいいやと思って、今回はお家でまったりしてます。一人で楽なんで。フィナお顔強いのありがとう。ちゃんと今日からね、ダイエット始めたんですけど、まあちょっとは制限しました。さすがにちょっとお腹空いて、さっきコンビニ行ってさ、
スープとおにぎりだけ食べたんだけど、まあそのぐらいはいいよねと思って。いつありがとう、あんた、あゆさん、ありがとう、ありがとう。水、音、雨漏りして、そう、あのね、雨じゃないよ、エアコンだよこれ。このまま髪伸ばすの、一旦その予定、一旦まだ切る予定はないですね。一旦切る予定はないけど、ロングロングにする予定もない。みたい、ありがとう。そう、交通費がすごいから、しかも帰る時の、あの帰るのでも疲れちゃうから帰ってないですね。ピコちゃん閉まってないよ、痛かない、行きたい、私思ったりしてる、暇じゃないよ全く。3日で3日で6キロ落ちたの、3日、3日で、ほんまやば。じゃあ私もちょっと明日からガチでゼリーはめっちゃ買いだめしてるから、ゼリーたくさん食べる。食事を変にしました。私も試食をヨーグルトとゼリーとお芋にしました。試食を、絶対でも言っておきます。確かに、じゃあかわいい、ありがとう、歯医者と絶対、どういうこと、歯医者と絶対、うーん、それなんだ、だってひーつさん、かわいい、ありがとう。意外と遠いんよ、ほんまに。ニンバスター、ありがとう、意外と遠いんよ長崎県、ほんま。玉ひろさん、ハンターありがとう、浜田、ラビュー、ラビュー、シシさん、玉ひろさん、ハンターありがとう、ダイエットしなきゃ、しなくていいよ。まさや、ラブレター、ありがとう、生きる時に見ておかないとね、本当にそうだと思う。カンプロテイン飲みで過ごしたことある、つらい、ちり歩くだけでしんどい、それはしんどいよ。3日間6キロえぐいね、マジで気をつけてね、たくさん食べて。あのね、体調悪い時こそ無理やりでもご飯食べた方がいいよマジで。おかゆとか食べやすいものを食べないと、フルーツでもいいから。ゼリーだけ、まあ、ゼリー食べてるだけまだマシだけど、ゼリーだけだとね後々持たないから気をつけてね。みさみさん、たにやとう、たなたらかん、たにがとう、うん、ありがとね。田植え終わりました、お田植えいいですね。ぽかぽかさん、口笛ありがとう。今日パックして寝よっかな。メリセってリバウンド絞る、うん、それな、ほどほどに食べんとね。夏は好きですか？夏はあまり好きじゃないです。プールは好きだけど、プールとか好きだけど、夏暑いのは嫌いです。かわいいな、ありがとう。長健さん、こんばんは。帰って意外と難しくない、なんかうまくできる。え、同じく、私おかゆ下手くそなんで作れない。私も泳げますか？泳げますよ、大好き泳ぐの。1ヶ月プロテインだけ過ごしたら激痩せる、そりゃそうだ、やばいよ。マジプール行きたいんだよね、マジ毎日プール入りたい、痩せそう。肌の手入れ、肌の手入れ、もうね肌がね終わってるからね。でも最近治りかけてきてる気がします。最近納豆食べるのハマってる。え、私も納豆食べた、納豆大好き。なるま、ありがとうね。ね、
お米炊いてるだけないね。ね、なんかさ、おかゆ難しい作るの。ハチの歌ったコレサーさんの歌知ってます？知ってるよ。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとってでしょ。すごい中学校か高校生の時すごい聞いてたので。九州に旅行行きたかったです。福岡にしか行ってないの。明日から爆食の予定。え、急激に食べると胃を悪くするから気をつけてね。優しいものから食べてよ。カラオケ大会歌ったやつね。タバコ歌うよね結構。昨日の夜から君がいなくなって24時間が経ったみたいな感じでしょ。次なんだっけ。マイペースでてるてるどこで出ていない、てるてるてって歌詞がもう出てこない。マイペースでよく寝坊をする、君のことを思って5分早めた家の時計、ああもう意味ないな、タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけな。カーテンが揺れて目が熱くなった、もうそこに君はいない、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとってその言葉が君には重かったの、もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今気づいたって何の意味があんな、君が置いていったタバコ僕の大嫌いなものなのに、どうして火をつけてしまったみたいな歌でしょ。君の匂いがしたのさ、君の匂いみたいな感じでしたよね。結構私タバコ好きだったんですよ。まあ歌詞は多分飛び飛びなんですけど今のめっちゃ好きでしたね。めっちゃ歌ってたよ。いや友達にあの中学あのシンガーソングライターの子がいて、今は何してるか分かんないんですけど、の子がすごい歌ってたからよく知ってる。ありがとうみんな、嬉しい。これさいいよね。これささ好き。最近カラオケ行ってない。カラオケ行ったら喉潰すので。朝ライブするえ、夜空大好きだよ。さよなら愛しき人よ。あ、出ないな。もう二度と会えない、もう会わない、そう決めたのに、どうしてどうしてあなた忘れられないんだろう。今日も夜空に願う、会いたい。めっちゃ夜空は結構歌う。私めっちゃ好き、めっちゃ好き。ほんまに。えっていいじゃん、出たって想像したらどういうこと。
なんだかありがとう、男が大好き、嬉しい、なになに、マジ練習したら歌唱力大会決勝いけないよ、いけない、ありがとう、結婚してありがとねー、猫ありがとねと、ラブレター、しんつありがとう、白ボイス結婚してありがとう。どうして君を、別れることを選んだんだろう、だからもう立てるけど姿も好き、嬉しい、嬉しいな、嬉しいな、なんやねんじいさん、なんやがいるらしいよ、えらいも一応好きなグループのままで嬉しい、嬉しい、嬉しいね、嬉しいだなね、そうやって言ってくれるの、収録って会社の雰囲気重いから緊張するだろうなんてね、あのバッグ歌えません、ヒョン出す女性アーティスト歌、うん、大抵ね、でも時々サーシードッグさんとか歌ったりするけど、他にもあるけど大抵女性だね。ハスラブ好き、ハスラブ好きね、いつか化粧ね、いつか化粧に出れるぐらいになりたい、頑張りたい、違うカラオケ大会楽しみだった、あれ歌えるんですかね、日々たちも、よしごめん、今も何度も見てる、嬉しい、頑張り、歌い高すぎてそれみたいとかね、私サーシードッグさんの好きな曲があるんですけど、今更だって僕は言うかなっていう歌が一番好きなんですね、めっちゃ好き、よく聴いてます、結構前からマジで、その曲ほんまに好きすぎて、いつかやってる、今回いける、今回はどうだろう、今回はね厳しいような気はしますけど、いいちゃんと私でこうできたね、満足してないですしてないです、本調子は絶対、ほんまか、でもヘビ緊張しだから本番無理なんだよね、大丈夫でしょ、会計とかなかったし、飛び入りでって飛び入りで、でも私カラオケとかみんなの前で歌うの結構苦手なんだよねカラオケに行くと、友達とかとも行くと、初めて行く人だとまず最初に歌えないし、慣れてからしかちゃんと歌えない、3曲目ぐらいまで緊張します、やっぱ一人だけカメラ向くの緊張、まだ全然緊張する、退会した、全然するよ、でも8月の日、広島のしかないし、頑張るよ、楽しみ、イエーイ、何すんだ、前めっちゃ盛り上げてた、盛り上げてた、正直いるね、あ、カラオケ、フィッキーは年末にしてビアナイダーのうちにそっくりです、うちあおいさん、ワイトありがとう、じゃあそろそろ壇上読んでいきます、では13位、よいさん、12位、たなたなくん、11位、おぐりん、10位、つなまよさん、9位、くやまちさん、8位、ゆいちくん、7位、きくしゃん、6位、おつかとんさん、5位、ひろしさん、4位、ともひろさん、3位、ロイさん、2位、ホアンカンさん、1位はミシェルボイさんでした、 Thank you Thank you Next again、 ありがとうございます、ありがとうございます、今日も聞いてくれて、ありがとう、こちらこそありがとうね、みんな、また明日配信するか分かんないけど、多分すると思う、まあするか分かんないけど、まあやるかもしれないので、まあまあやったら来てください、明日はメイクしたいんだよね、別に明日何も用意ないんだけど、
明日何もするよないから別にメイクしなくてもいいんだけど明日からもちょっと頑張れる、頑張って。そう、じゃあ皆さんまた明日ね、バイバイ。明日 X 投稿しようかな、マヨチューです。ありがとうございました皆さん、また明日、バイバイ。360度どこでも怖すぎ。ありがとう、またね、またね、おやすみ。みんなおやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。え、雷？雷みたいな音鳴ってる。バイバイ。